この動画ではクリアイングリッシュの発音クラスについてご紹介します。クリアイングリッシュは文法、発音、そして FT101 の3本柱からできているんですけれども、そのうちこの動画では発音の部分についてご紹介します。まずはじめにクリアイングリッシュってどんなのっていうのをご紹介するにあたって、この人は何なのというのを簡単にご説明したいと思います。他の動画でもご説明したのでちょっと急ぎ足でやります。渡辺彩と申します。同時通訳をやってます。カナダの西海岸に住んでいます。それから東京大学を卒業しています。大学院はコロンビア大学というニューヨークにあるアイビーリーグの学校、そこのジャーナリズム大学院、一応全米でナンバーワンと言われている大学院なんですけれども、そこに行きました。でその時にはフルブライト奨学金という非常に伝統と格式のある奨学金をいただきました。まあ、こうやってご説明すると私の経歴ってなんかピカピカで、いかにも人生順風満帆っていう風に思われるかもしれないんですけども、実は全然そんなことありませんでした。中学1年生の時には英語思いっきり落ちこぼれてて全然分かってませんでした。それが中学2年生に上がる時に英語に目覚めるきっかけがあって、以来英語を独学で身につけました。1年ぐらいで英語が超得意になって、その結果、まあ、高校の時には英検1級に受かったりとか、大学入試のセンター試験も満点でした。というか、まあ当時はとっても英語が得意だったので、センターが満点じゃなかったらどうしようぐらいに思ってました。以上です。クリアイングリッシュでは Complete English Mastery っていう、家にいながらにして読み書き話す聞く全ての能力を総合的に伸ばすオンラインコースを主に中高生向けに開催しています。と言いつつ、時々小学生ですごいやる気のある方も混ざってくださってます。 Complete English Mastery CEM のコースは文法、発音、そして FT101 という3本柱からできています。そのうちこの動画では発音の部分についてご紹介します。クリアイングリッシュの発音クラスの特徴なんですけれども、と申しつつ、まあ今後何かね、もっとより良いものを提供しようと思って多少内容が変わることはあるかもしれません。そこはご承知おきください。では、クリアイングリッシュの発音クラスなんですけれども、小学校高学年ぐらいからご参加いただけます。だいたい金曜日の夜に動画を配信していて、まあ、週末にかけて見ていただくような形になっています。動画は1本ずつは短くって、まあ、5分から長くても10分くらいなんですけれども、まあ、それがいくつかあって合計でだいたい30分くらいの動画になっています。動画見っぱなし、発音なんとなく分かりっぱなしみたいな感じだと全然身につかないので、課題を出していただいてしっかりと身についたかどうかを確認し、できてないところは私が具体的にこうしたらいいよというのをご説明して、そしてまたやり直していただくというような形で課題を提出していただきます。これが FT101 です。なので毎週動画をご覧いただくのは30分もあれば終わるんですけれども、それ以外にご自宅で、まあ、適当にね、隙間時間を見つけて発音の練習をしていただきたいなと思っています。自分でやるっていうとなかなかやらなかったりするんですけれども、それをねやっていただくための仕組みが FT101 です。毎回の動画で扱うのは、まずは新しい発音、あるいは発音が一通り終わった後には新しいフォニックスのルールを学びます。それから発音練習をする動画、そして音声ファイルを用意してあるので、そちらを使って発音を練習していただきます。毎回発音練習のために単語をご紹介するんですけれども、その単語の意味も念のために解説してある動画があります。毎回ご紹介する単語は、まあ、大体多くても20単語くらいかなという感じです。特に初めの方は発音できる音の数も少ないので、練習に使える単語の数も少ないんですけれども、だんだんレベルアップしていくにつれて単語の数も増えていきます。この時の単語は、まあ、日本の学校で絶対に知ってないといけない単語、それから、まあ、受験とかね、試験対策として知っておく必要のある単語、さらには学校とか試験とか、そういう日本の中ではあまりそんなに使わないかもしれないけれども、英語を使う人間としてね、教養として知っておいた方が良い単語、それからカタカナで皆さんに馴染みのある単語、こういった単語を厳選してご紹介しています。進み方ですが、まずは一つずつの発音をしっかりやってきます。それができたらフォニックスというルールを使って綴りと発音の関係を身につけていきます。それができたら、さらに滑らかに話す練習というのをやっていきます。この滑らかに話す練習っていうのが実はすごく大事なんですね。普通なんかこう英語が話せないとか、なんか英語の発音があんまり良くないから改善したいっていうと、だいたい一番上の一つずつの音をしっかり発音できるようにするっていうところで終わっちゃうんですけれども、英語っていうのは決してね、一つずつの単語をしっかりはっきり言うっていうものじゃないんですね。英語の文を話すときにはリズムっていうのが必要なんです。そのリズムも身につけていただきます。
クリアイングリッシュの The Complete English Mastery のコースでは、英語筋を鍛えること、英語脳を鍛えること、この2つを目的としていますけれども、その中でも発音クラスの場合には英語筋を主に鍛えることになります。さて、この発音クラスですけれども、期待できる成果として私がね、まあこういうことだったら自信を持って言えるかなって思うのは次のような点です。まずは発音が確実に身につくというところです。今まで英語をやったことあるないに関係なく、それから才能があるとかセンスがあるとかね、そういうことも全く関係なく、やっていけば着実にできるようにご指導します。今学んでくださっている生徒さんたちは英単語を聞いたら全部発音記号で書き取れる、そしてもちろん自分でも同じように発音できるっていうところまで皆さんできるようになってるんですよ。それでこのようなことができるようになったら耳が良くなるんですね。日本語耳では聞き取れない英語の音の違いというのも自信を持って聞き取れるようになります。そしてフォニックスを学ぶようになると単語力がつきます。フォニックスというのは単語の綴りと発音の間にある関係を学ぶものです。これができるようになると単語を見たらすぐに読めるようになるし、単語を聞いたら綴りが自分で書けるようになります。例えばこの動画の生徒さん、単語だけを書いた紙を見ながら日本語耳では聞き分けの難しい英語の母音を正確に発音し分けてます。テテレテテレ読みます。 back buck sack suck sockSick, stick, stack, stuck, stalk, pick, pack, puck, pick, pocket, packet, picket, rocket, locket.まあ、そんなわけでこの発音クラスを続けてくださると英語は確実に伸びます。例えば、まあ、模試でね、まあ、県内1位だったとか、それからあと、まあ、英検もそうですね、中学3年生で2級に受かるっていう人は、まあ、クラスの半分ぐらいいます。でその中には二次試験の面接がほとんど満点だったっていうような人もいます。で英語の成績が伸びれば当然ね、自分は得意だっていう気になりますから、やっぱね好きになるんですね。そしてもちろん英語が話せるようになってきます。私としては英語がね好きになってほしいなって思ってるんですけれども、それだけじゃなくってこのクリアイングリッシュをやってるのにはもっとね大きな目的があるんです。それは何かっていうと、学ぶ喜びっていうのをねぜひ体感してほしいなって思ってるんですね。そして自分が中学高校生の頃すっごい英語に燃えてたあの頃に、こういう先生こういうクラスがあったらよかったなって思うようなものをご提供しています。なので結構熱強めに熱いです。そしてもう一つ、これは私自身が英語ができるようになって体感していることですけれども、英語ができるとねやっぱりね世界が広がるんですよ。そこをぜひ生徒さんにも体験してほしいなって思ってます。クリアイングリッシュの The Complete English Mastery は無料体験もできますので、気になる方はぜひ覗いてみてください。 I'm Aya Watanabe. I hope you enjoy this video. Be sure to check out my other videos on YouTube. Thanks for watching.今回の動画に関連したおすすめ動画と続きの動画もご覧ください。チャンネル登録してサポートしていただけるとありがたいです。Thank you. See you soon.